斉藤淳一郎は、日本の政治家。栃木県矢板市長。元栃木県議会議員。立憲民主党所属の衆議院議員。福田昭和は岐阜。栃木県矢板市出身。矢板市立西小学校。矢板市立矢板中学校。栃木県立大田原高等学校。早稲田大学教育学部社会科卒業。早稲田大学郵便会に所属。また、在学中に、 国会議員政策担当秘書資格試験に合格し、長峰はじめさん議員議員の公設政策担当秘書を務めた。1997年3月、早稲田大学大学院修士課程終了。同年4月、栃木県庁に入庁。2002年1月、日本貿易振興機構海外調査部中国、北アジアチームに派遣された。2010年10月、 栃木県庁を退職。2011年の栃木県議会議員選挙にみんなの投稿人で出馬し初当選。2015年の県議選は無所属で出馬し再選。2016年4月10日に行われた焼い市長選挙に出馬。自由民主党系の陣営は元県議会議長の青木勝明と元副市長の飯野正俊に分裂。混乱ぶりを象徴するように、 退任をすでに決めていた遠藤忠史市長は、青木といいのの両候補の出陣式に出席し、それぞれの当選を願う発言を行った。三者の戦いを制した斉藤は4月17日に市長に就任した。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数27,553人、最終投票率 65.92%2020 年。 元市議会議長の和田康氏との一気打ちを制止再選。当日有権者数26,966人、最終投票率58.38%。ありがとうございます。